どうも、うずです。今日はちょっといつもとね、頭にかぶってるの違うんですけど、雰囲気変えてみようと思って、Amazon で1100円ぐらいかなで買いました。もう悪くないでしょ、1000円ぐらいで買ったニットにしては。なんかね、夏でもね、涼しい、軽い素材って言って本当にペラペラなんですけどまあいいか。で、本日お話したいのは、パソコン、パソコンと Mac、 まあいろいろなんですけど、よく私やっぱりパソコン系のお話とかサービス、あとカメラね、カメラもいろいろ使いながらお話をしていますが、まあ、そうするとね、 YouTube でも Twitter でもそうなんですけど、よく言われるのが、おすすめのねパソコンは何ですかとか、おすすめのカメラって何ですかっていうざっくりとした質問をいただくんですよ。全然悪くないんですけれども、ただちょっとね、ここで一回言っときたいのが、一番ってやっぱないじゃないですかで、特にパソコンなんかだったら、その人が大学に行くんでね、薄型の性能がいいパソコンが欲しいのか、クリエイターとしてなんかこうね、目指すものがあってパソコンが欲しいのか、まあ、そもそもパソコンがいらないのか、タブレットだけで済んじゃうとか、まあいろいろな条件があるわけですよ。その中で最適なものっていうのがあるわけで、Twitter とか YouTube のコメントでさらりとね、答えられるようなものでもないので、なるべくねお答えするのを控えているんですけど、責任も持てないし、ということで、私もね、YouTube の動画編集とかいろいろこうゲームしたりとかするために自作パソコンをね作って、遊んでるわけで、遊んでるんじゃない使ってるわけで、本来だったら別になくたって生活には困らないわけですよ。で、 Mac とパソコンの関係だってそうですよ。私 Mac 買った方がいいかしら、 Windows の方がいいかしらっていうのもありますけど、基本的なことはね、両方どちらでもできますし、まあ、どちらかを買って全くできないってこともないので、まあ心配な方はやっぱり Windows がいいんじゃないかなって思ったりはしますけど、ということでね、カメラの方だってそうなんですけど、まあ、今回の動画で何が言いたいかと言いますと、こういった電子機器、特にカメラとかパソコンとか、本当に使う人によってね、使い道がすごく分かれる商品、ちょっと難しい家電製品ねであればあるほど、やっぱり詳しい方とか、お店の中でね、また詳しい方とか、そういう人によく相談して購入するのがいいと思うんですよ別に答えるのが嫌だとかそういうことじゃないんですよ。本当にね、簡単に答えられないことなので、私が例えばね、まあ、直接お知り合いの方とかでパソコン欲しいけど迷ってるんだって言われたらちゃんと案内もしますし、カメラで何がいいのって言われたらちゃんとお答えしますし、ただ YouTube とか Twitter 上でそれを聞かれると答えようがちょっとないなっていうのを今回の動画で言いたかっただけです。まあ、なんかこういうのあったら面白いよね。私がなんかどこどこのさ県とか行ってさ、家電量販店とか行って、視聴者の、ね、方の、例えばカメラが欲しい、パソコンが欲しい、まあ、プリンターが欲しいだとか、まあハンディクリーナーかレイコップの話もしたことあるし、まあそういうのあって、どっかでねこういう風に説明私がさせていただいて、商品のご案内とかできたらね、それそれで面白いツアーっていうか、まあオフ会じゃないんだけど、そういうのもあっても面白いかなと思うんですよ。それ面白いねそういえばね、例えばさ、ほらどこどこ公園でさオフ会やりますとか、どっかでさこうやりますじゃなくて、東京の方でね、大きい家電量販店ヨドバシさんとかね、ラビの山田さんだったり、集まってちょっと買い物でもしてみませんか皆さんみたいなそういうの面白いな。ちょっとそのうち考えてみようか。わかんないけどね、やるかわかんないけどね、ちょっと面白いかなって今ポッと思いました何の動画かわかんなくなっちゃったということで、難しいね、こうよく私以外にもいろいろカメラの話とかパソコンの話されてる方もいっぱい今 YouTube ではいらっしゃいますので、そういう方にいろいろ聞きたいことはあるかもしれないんですけど、そんな簡単にはね、おすすめのパソコンやカメラっては一言では表せないっていうのを今回の動画では言いたかっただけです。あと被り物がちょっとね今回変わったよっていうのも言いたかっただけです。はい、私の動画はこんな感じでゆるくいろんな、情報の提供、あとは無駄話やってますので、もし私の動画を見て面白かったなって動画の方思ったら高評価をぜひお願いします。で、常にチャンネル登録募集してますので募集じゃないな、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。なんかね、私というとこの帽子がもう常に最近はね定着化してきていたんですけど、たまにはこういう風にね被り物変えてもいいよね